ガノンズバールピット。あ、ガノン、これは、お、マリオメーカーで魔王の城が、あ、あ、あれ、これ最初で行かないとダメや、ダメやったっぽいよ。ドゥルルルルルル。まずマスターソードをゲットして、下突きで、うー、あの鉄橋を、おお、とっとっとっと、うわ、これ忙しそう。上がります、弓矢でオフを押します。そしてここもこれか、オーケーオーケーオーケー。お、なんだこれ、爆弾で下崩せる。これこれを素早く、忙しいぜ。とうとうリンクもね、難しいコースが出るように、うわ、ちょっと焦りすぎ。これでも間に合うのか、こんなん、こんなんで間に合う。ここで、ここ先に行けるんだ、先に行くんだ。わあ、ちょちょちょ、ドゥンドゥドゥン。ここで素早く、そしてこの崩れる、おお、っとっと、あ、そこもオフか。そして、あ、いよいよ、え、 BGM もね、城の BGM もまた変化すると。これ、これを縦で押し返して、こいつをおしまいにしていく。さらにオンオフを、あー、オンオフ切り替えて、また玉乗りだな、これ。このこれガボンの吐く鉄球だよね、多分。新しい変身リンクと新しいアイテム、ガボンの鉄球の相性は抜群。新パーツと新パーツ、相性は抜群であります。さあ切り替えて、オッケー。そんでここは切り替えて、さあ、まあまあいい感じ、中間、ここで中間、ほう、いやい、よー、なぜか初回で一気に、あー、そう、これ下からは無理、無理そうだね。うん、爆弾も無理か。ちょっとやり直すしかない。なんで最初ここを突っ切っていったんだろうな。何も考えないで最初突っ切っていったんだけど。ちゃんとタイミング合わせて。よし。で、ここであらかじめ弓を構えてから飛ぶといい。ここも鉄球を渡って、あそこの足場は着地できるか。あらららららら。構えて撃つ、鉄球を、おい、あー、鉄球、鉄球で、ここで一息つけるね。で、これをオフか。あ、ん、鉄球が出てからか、出てからオンオフ。んーし、さーて、お、ぐ、あ、ん、これ剣は下には触れない、弓矢か。ちょっとまあね、この辺はリンク、まだリンクに慣れてない。弓矢、爆弾、こうか。ドゥルルル、あ、間違った、ここさ、ん、これ最初からもう爆弾で良さそうだな。まずね、操作そのものが、今までマリオの飛んで、あー、なんだよ、いきなりそこでガードか。やれることが増えた分ね、操作もちょっと複雑になっとるからな。ガード、ガードして、あ、ここも弓矢だ、これ間に合うのか。うー、なんだ、さあ、おいきます、倒して進んで、ガードして、ここで弓矢かな、この線のところで、うー、あー、今いけそうだったな。そんでまた鉄球、鉄球ジャンプ、ドゥンドゥンドゥドゥン。うわ、タイミング合わねえ、タイミング合わねえ。これ線のところでちゃんとやらないとダメか、線のところが目印。さらに、ダメな、できたと思った。あれ、黄色いところが目印かな、ひょっとして。
黄色い場所で打つとよりいいタイミング、危ねえ、いいタイミングになってる。あれ壊れない。まあでも爆弾なら壊せる。そんでこのオンオフを切り替えて、これが最後の難関か。おい、ちょっとギリすぎたか。ドゥ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 。いやー、もうね、マリオとはまた違う。ちょっとこれより、まあレトロゲーム感あるな。ファミコンのなんか難しいアクションゲームやってるみたいな。もう明らかにマリオとは完全に違うタイプよね。よーし、来た。よし、これは来たか。来た。魔王どこ行った。出てこいや、出てこいクッパ。おらマリオと違ってな、剣でクッパなんて倒すこともできるんだぞ。どこ行った。出てこいや、いない、いないのか。そうか、しょうがないな、いないんならしょうがない、出てってやるか。ガノンボールピット、リンクの、ガノンドロフ、まあゼルダのね、恒例のラスボス、ゼルダ界のクッパみたいなね、やつがいましてね、まあ多分知ってる人も多いと思うんですけどね、まあゼルダやったことない人もいると思うんで、まあその、まあ魔王城みたいな感じのコースでしたね。シンキングストロングホールド。ストロングホールド。どういうことか。おお、上にスクロールしていくタイプコース。お、危ない。ドゥッドゥン。ドゥッドゥン。溶岩から逃げていく。強制スクロールコース。ドゥーン。大変だ。登ってる最中なのに鼻がかゆい。鼻がやばいぞ。あー、なんだ。ルルル。あ、え、お、ちょっと。まあまあね、急ぐ必要が。まあ強制スクロールだから、それは当たり前か。当たり前か。逃げ遅れる。逃げ遅れないように。ルルル。なんだっけ、これか。このブラックパックに来たら一旦戻ると、一旦切り返すパターンもある。リリリリ、よし、いいね、いいね、よし、これはいいね。中間ルルル、後半も登っていくのか。引き続き登っていきます。忙しいです。はい、オッケー、きっちりね、トゲゾウにもトゲメットにも反応して、ここもスピンです。デレレ、あー、ちょっと早すぎたんです。あー、ここもかい。うわ、ちょっとこれむずいな、反応すんの。ブラックパックン三兄弟、ここだ。一応矢印は書いてある。切り返して U ターン。おお、いけんのか。うー、間に合わなかった。よし。で、ここ。こ。よし。大丈夫。で、あー、ちょっと。うわ、ラストっぽいぞ。でってん。
いや、なんかもう縦のスクロール、ニューマリオのクッパ城って結構縦スクロールのクッパ城とかもあったからな。なんかニューマリオ感あるな。よっしゃー、よし、なんだブラックパックン、さようならブラックパック。よし、マリオ、いいねいいね。まあまあまあ、かなり完成度の高い縦スクロールのクッパ城のコースでしたね。はあ、よし、シンキングストロングホールドの意味はよくわからなかったですがよし、まあね、いいコースだったということで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。